ロイ・アンダーソンはスウェーデンの映画監督。ロイ・アンデルソンとも表記される。1943年3月31日、ヨーテボリで生まれる。1969年にスウェーデン映画研究所を卒業。翌1970年に長編、スウェーディッシュラブストーリーで映画監督としてデビュー。第20回ベルリン国際映画祭で。 インターフィルム賞をはじめとする4つの賞を受賞した。しかし、長編2作目となるギリアーップが工業的にも批評的にも失敗したことから、その後25年間長編映画を制作しなかった。1981年に映画会社スタジオ24を設立。映画以外に CM なども手掛け、カンヌ国際広告祭で8度の受賞を果たした。2000年、 25年ぶりの長編作品となる散歩する惑星を発表。同年の第53回カンネ国際映画祭で審査員賞を受賞した。2007年には長編4作目となる伊藤式隣人を発表。シカゴ国際映画祭監督賞など様々な賞を受賞した。2014年、さよなら人類は第71回ベネツィア国際映画祭で金獅子賞を受賞した。 同作は、散歩する惑星、伊藤式隣人と共に三部作、リビングトリロジーを構成する作品である。ありがとうございます。